弟の結婚式会場で、こんなひどい仕打ちを受けるとは誰が予想しただろうか。周りが楽しそうに雑談をしている中で、私に用意された席は会場の端っこ。しかも一人席だった。私が呆然としていると、スマホが鳴った。スマホを開くと、弟の結婚相手からだった。お気に召してくださいました?中卒用の席ですよ。という文面が私に送られていた。なるほど。やはりこいつだったか。あの女は私の学歴を馬鹿にした上に、ここまで卑劣なことができるのか。あんな人が弟の結婚相手というのは姉としては心配だ。そう危惧していると、ある人物が私に近づいてきた。その人物のおかげで、私に礼遇をしていた弟の結婚相手に、文字通り地獄を見せることが叶ったのだ。私の名前は白田明日香。30歳、未婚の一般女性だ。職業は小説家で、そこそこ稼いでいる。そこそこと言っても、儲けてガッポガポではなく、一人で暮らすのに必要なお金は稼げているといった感じだ。私が最初に小説をしっかり書いたのは26歳の時だった。私の半生を題材にした小説がきっかけで、この世界にデビューすることができた。私の人生は波乱万丈というほどのものではないけれど、いつもどこかに影が落ち込んでいたように思える。今考えても私の人生で色鮮やかに思い出せるのは高校2年までだろう。それまでは何不自由のない生活を送ることができていた。私には3歳下に純平という弟がいる。どちらかというと物静かでポケーとしていることが多い印象の弟だった。のんびりしているように見えた弟だったが、彼は非常に優秀だった。実の姉が言うのもあれだが、顔面偏差値もそれなりに高いと思う。しかも高身長ときた。母も父もどちらかというと低身長なので、どこの遺伝子を引き継いだらここまで高くなるのか。さらに偏差値が高いのは顔面だけではなく頭もだった。中学の成績も学年トップ。ゆくゆくは東大に合格できるのではと周りからは期待されていた。とてつもないプレッシャーが彼を襲っていた。と言いたいのだが、純平は周囲の期待などに微塵も興味はなかった。誰々が褒めていたよと言っても、そうなんだ、姉ちゃん、この漫画貸して。と自分の世界を充実させていた弟だった。無邪気な性格で、両親や私には素直に甘えてくれる可愛い子だった。私の思い出が色あせたのは高校2年生の夏だった。ちょうど今みたいに梅雨に入り、ジメジメとした空気が体を重く包み込み始めた時期だった。両親が交通事故で他界してしまった。中学生と高校生の子供を置いて遠くに行ってしまった。親を失った私たちは祖父母の家に引き取られた。でも祖父母は高齢で介護が必要な状態だった。私は知っていた。親族が私たち兄弟をたらい回しにしていたことを。お葬式の時に盗み聞きをした。親族が集まって、うちは無理よ、二人も育てる余裕はないわ、とか、兄さんが勝手に事故を起こしたんだから、私たちが面倒を見るなんてごめんだわ、などと言っていた。挙句の果てに、母さんのとこに預けよう、ついでに介護もしてもらえば、俺たちにとってこれ以上ないほど貢献してもらえるだろうさ、と。その結果、体の不自由な祖父母の家に住むことになった。私は誓った。
親族は誰も頼らない。私たち二人だけで生きていくのだと。幸い、純平が大学に行くことができるほどの貯金はしてあった。だから、その貯金は残しておいて、私はお金を使わないように、生活費をバイトで賄うことにした。学校が終わってすぐに、バイトに入って夜遅くまで働いた。すべては弟のためだ。けれども、すぐに体が悲鳴を上げた。日中は学校に行き、夜はバイト三昧。高校生とはいえ、ここまで休まずにバイトをしていると体を壊すのは必然だった。けれども、貯金を使うわけにはいかない。だから、私は学校を辞めた。自主退学だ。高校を中退した私は、日中もバイトをすることができた。新聞配達やコンビニの深夜バイトなど、少しでも時給の高いバイトを探しては働いた。しっかり睡眠さえとっていれば若い体だ。前のように体調を崩すことはなかった。ただ、バイトはどこまで行ってもバイト。稼げるレベルは程度が知れていた。私はバイトよりも高い収入を求めて、正社員の職も探したが、中卒の私を心よく雇ってくれる会社など、そう簡単に見つかるものではなかった。祖父母の年金と私のバイト代で生活する日々に、豪勢な暮らしはできず、毎晩夕食に並ぶのはタイムセールのお惣菜や半額シールの貼られた食べ物ばかりだった。成長期の弟には申し訳ないと思いながらも、苦しい生活を余儀なくされていた。弟は自分も働くと言ったが、私は許さなかった。そもそも中学生でバイトは早いし、何よりも人生に一度しかない青春をバイトで潰してほしくなかった。大学に行って、いい会社に就職して、姉ちゃんにいい暮らしさせてよ。これが私の口癖だった。もちろん半分冗談だったが、でも万が一、いや億が一でも弟が何かしら成功したら報われる日が来るかもと夢見たことは何度もあった。そんな私の欲望、いや願いが届いたのか、純平は有名国立大学に合格し、大手企業に就職することができたのだ。さらに持ち前の優秀さでどんどん昇進していき、今では会社の一つを任せられるほどになったというのだ。定期的に連絡が純平からは来ていた。多忙ではあるものの、充実した日々を送っている様子や、同期との話などが書かれた文面からは、純平の今を取り巻く環境が幸せであることが感じられた。私が犠牲にした青春はようやく実ったのだ。確かに学生生活をもっと楽しみたかったという本音もある。だが、それ以上に弟の幸せそうな顔が私にとっては何にも変えられない大事なものなのだ。後悔など1ミリもなかった。私は祖父母を看取った後、小さなアパートで一人暮らしを始めた。当初は純平が大きなマンションを買ってくれると言っていたが、私には不釣り合いだと言って断った。こじんまりとした部屋の方が私にはお似合いだ。それにお掃除が楽だし。純平は役職に就いてからはさらに忙しくなったようで、今までのように頻繁に私と連絡を取ることはなくなった。祖父母の少ない荷物を処分し、アパートに移り住んでからは、ほとんど連絡を取ることもなくなってしまっていた。それでも私は純平を思い、弟は日夜仕事に励んでいるのだろうと確信していた。そんな弟から結婚すると連絡があった。なんだ弟よ、やることやってんじゃないか。自分の弟ながら、そのちゃっかりした性格には恐れ入ったぞ。
私はその連絡を受け取って涙がこぼれた。ここまで頑張ってよかった。弟が巣立つ時が来たのだと。経済的には弟の方がとっくに多く稼いでいるかもしれないが、何歳になっても私は彼の姉だ。姉として飛び立つ弟を誉れ高く感じて涙が止まらなかった。純平から結婚の連絡が来てから、結婚式当日までの間に純平に直接会えたのは一回だけだった。弟の多忙さを考えたら仕方のないことだ。純平が指定したレストランの前に約束の10分前に着いた。こんな高級レストランで会うことになるなんて、自分の格好は間違いではないだろうか。変に浮いてはいないだろうかなどと、ショーウィンドウ越しに映る自分の姿を何度も確認した。こんな高級レストランに足を踏み入れたことすらないのだから、私の行動は間違ってはいないはずだ。そして、私は急いで財布の中身を確認した。一応カードも持ってきているが、よし、足りなければ出してもらおう。そうしていると、時間ちょうどに純平が綺麗な女性を連れて歩いてきた。姉さん、ごめん、待ったでしょ。スーツ姿の純平は、かつて見たあどけなさはなく、清潔感のある風貌で仕事ができるビジネスマンといった感じだった。ここまで立派に育ってくれたことに、親代わりの私としては感極まるところがあった。久々だよね。元気にしてた？私の問いかけに弟は、当たり前じゃん。姉ちゃんに心配をかけないようにしっかりしてたつもりだよ。もっと会いに行けばよかったんだけど、仕事が忙しくて、ほんとごめん。イケメンな上に中身まで完璧とは。私が姉でなければ一発で惚れていたところだろう。久々の再会で私たちが話をしていると、純平の横にいた女性が純平に小づいた。しまった、懐かしさで彼女の存在を完全に忘れていた。ごめんなさい、店の前で話し込んじゃった。節操がなかったわよね。私が頭をかきながら謝罪した。ええ、まあと彼女は言った。ええ、まあ確かに失礼なことをしたのは私たちではあるが、素直というか率直というか、私は少しだけ、ほんの少しだけ弟の結婚相手に対して黒い気持ちが芽生えた。ごめんごめん、紹介が遅れたね。彼女は飯島美優さん、俺の結婚相手。純平の紹介に美優さんはペコリとお辞儀した。それにつられて私もお辞儀。こっちは姉さんのアスカ。純平の言葉とともに再び頭を下げる。私が頭を上げる前に彼女は、早く行きましょうよ、私お腹空いちゃったと純平の腕を掴んで店の中に入ろうとする。あれ、なんだろう、女の勘がこの女に対して警告音を発している。普通、いや少なくとも私は、頭を下げている相手がいたら上げるまではそこにいるし、一言ぐらいは返事をする。この人は私とは合わない。でも結婚するのは私ではなく弟だ。きっと空腹で我慢ができないのだろう。ゆっくり話していれば彼女のことももっと知ることができるだろう。そう思って二人の後を追って店の中に入った。店に入って食事が運ばれるまでの間、純平は学生時代の話を美優さんに話して聞かせていた。両親が不慮の事故で亡くなってしまったことや、義父母が高齢でなかなか大変な学生生活を過ごしたことなどだ。私は懐かしい気持ちになりながらも、横目で美優さんの挙動を観察していた。仕事柄、人の仕草や言動にはつい目がいってしまう。
彼女は簡単に言うと、純平の話に一切興味を示していなかった。とか、ふーんとか言って適当に相槌を打っているだけだ。おい、弟よ。この女は話半分に聞いてるぞ。純平ののほほんとした性格が、ここで裏目に出ているのが分かった。彼女は、ごてごてとした装飾品を身にまとい、鼻をツンと刺激する香水の香りをふんだんに体から振りまいていた。彼女のせいで料理の風味が台無しだ。せっかくいいハーブなんかを使っていても、ここまできついと味覚すら狂わされてしまう。やはり彼女とは感性が合わないようだ。それで姉さんは学校を中退してまで俺を育ててくれたんだよ。ほんと姉さんには頭が上がらないよ。純平のその言葉に美優さんは反応した。高校を中退したってことは、お姉様は中卒ってことなのね。と、純平に確認を取ってきた。純平は、まあ、と言葉を濁していた。ええ、そうですよ。お恥ずかしいですが、中卒です。そんなことまで弟に話させるわけにはいかないと思い、自分から話した。確かに中卒だし、隠したところでいつかはバレることだ。今まで中卒で恥じたことはないが、一応建前なのでお恥ずかしいと言ってみる。そうですか。お仕事は何をされているんですか？急に私に興味を抱いたご様子の美優さん。自由業ですよ。この人に深く話したくはなかったので、それだけを答える。中卒だから大した仕事にはついていないんですね。と、美優さん。何を勘違いしているのだろうか。自由業という言葉の意味をもう一度調べた方がいいのでは？と、喉元まで出かけたが、ギリギリのところで飲み込むことができた。純平は何かを言おうとしたが、私がそれを目くばせで制した。純平が何も言わないことをいいことに、美優さんは私への悪態を止めることはなかった。ご結婚もされていないようですし、将来的に心配じゃないんですか？とか、やっぱり収入が低いと、それに見合った男性しか近づいてこないんじゃありません？などと、下劣極めた言葉をポンポン吐き出してくる。さすがに失礼だとは思ったが、ここで激しい口論をするつもりもなかった。老後のことは自分で何とかしますし、ご心配には及びませんよ。弟に迷惑をかけるつもりもありませんから。と、毅然とした態度で返答する。私のその態度が気に食わなかったのか、美優さんはさらにまくし立てた。強がってませんか？これから子供も生まれてくるでしょうし、本当にお姉さんに援助することはできないと思うんですよ。強がっているとはどういうことだ。幼少の頃から私は一人で弟を育ててきた。自分の世話くらい自分でやれる。舐めてもらっては困る。本当に大丈夫だって。老後の資金はちゃんと貯めているわよ。と強めに言い返し、料理を口に運んだ。これ以上この人と話す気はさらさらなかった。食事後、純平は私の元に駆け寄り、ごめん、美優が失礼なことばっかり言って、と謝ってきた。まあ彼女の心配もわからなくはないのよ。未婚の姉が迷惑をかけてくるなんて話もないわけじゃないし。あ、でもね、もし私と美優さんが喧嘩をすることになっても、あなたはお嫁さんの味方をしてあげてね。私とはもう別の家族なんだから、と伝えた。弟は他にも何か言いたそうにしていたが、口に出すことはなく、静かにうなずいていた。そしてついに訪れた結婚式当日。都内の有名老舗ホテルで行われた結婚式は、純平が大きな会社の経営者ということもあり、たくさんの招待客がお祝いに駆けつけていた。純平の控室に足を運ぶと、そこにはいつも以上に凛としたイケメンが立っていた。え、何？惚れそう。
姉ちゃん、本当に今までありがとう。ここまで来れたのは全部姉ちゃんのおかげだよ。そんなの気にすることじゃないでしょう、とおちゃらけようとしたが、私が言葉を発する前に目から涙がこぼれた。あれ、私の意識とは無関係に涙がボロボロと落ちてくる。ね、姉ちゃん、どうしたの？純平にそう聞かれても私にもわからなかった。今まで私が自分を犠牲にしてでも弟のために最善を尽くしてきた記憶が走馬灯のように思い出された。小さかった純平、喧嘩して泣いている純平、部活で遅くなってそのままソファーで寝ている純平、いろんな姿の純平が現れては消えてまた現れる、そんな回想がものすごい速さで私の脳内を駆け巡る。私の心はしっとりと濡れ、弟がここまで生きて過ごしてくれたことに感謝しかなかった。きっと空の上でも母さんや父さんが結婚式に出れないことを悔しがっているだろう。私は本当に幸せ者だった。確かにみゆさんは私とは相性が良くない。だが、そんな彼女も弟を愛し、共に過ごす覚悟があるのだろう。何よりも純平がそのことを望んだのだ。私は姉として純粋に弟の門出を祝おうと決めたのだった。前言撤回。あの感動を返せ。チャペルで行われた式は滞りなく進み、二人はとても幸せそうに見えた。ここまでは良かった。本当に。しかし、問題は披露宴会場だった。絢爛豪華な会場で美味しそうな食事がテーブルの上に所狭しと並んでいた。会社関係や友人などは同じ席、もしくは近い席で集まって会談をしていた。ところが、私に用意された席は会場の隅っこの一人用の席だった。純平の親族は私だけなので、テーブルは私以外知らない人かなと思っていた自分が甘かった。まさか、こんな辺境の地に飛ばされるとは思いもよらなかった。こんなこと、純平がするわけがないと思った直後、スマホの通知音が響く。画面に表示されたのは、みゆさんからのメッセージだった。中卒用の席です。お気に召していただけましたか？もし嫌なら帰ってもらっても構いません。やっぱりあの女の仕業か。直前に純平と会ったことで、一瞬でもみゆさんとも仲良くしようと思った自分が情けない。あの人は一歩も歩み寄ろうとはしていなかったのだ。結婚式ですらこの仕打ちだ。おそらく日常となればもっとひどくなることは容易に想像できた。ここまでして彼女は何を得たいのだろうか。まさかただの気晴らしとかそういった気持ちの問題なのだろうか。同性であることを考慮しても彼女の言動には不可解なことが多すぎた。一応席に座っていると新郎新婦入場のアナウンスが入った。二人が入場してきて会場は割れんばかりの拍手に包まれた。歩いてくるみゆさんと目が合ったが、彼女は私の姿を見てほくそ笑んでいた。さまざまな重鎮たちの挨拶が終わり、歓談の時間がやってきた。周囲の人が私の一人席を見て何かを話している。私は変な意味でこの会場で目立っていた。それはそうだろう。どんなことをすれば一人席などが用意されるのか。私を純平の姉だと知らない人たちにとっては、私は格好の話のネタであった。そんな私に一人の女性が近づいてきた。その女性は着物姿で柔和な笑みを浮かべており、その所作からは気品を漂わせる貴婦人だった。片手にシャンパンを持ったその女性は、先ほど披露宴の挨拶で鳥を務めた人だった。
確か純平の経営する会社の会長だったはずだ。純平の前任の社長で弟を社長へと推薦したのはこの貴婦人だったとのことだ。失礼ですが、純平くんのお姉様でいらっしゃいますか？落ち着いた声で話しかける貴婦人。ええ、そうですがと答えると、彼女は私の手を取り微笑んだ。ああ、やっと会えましたわ。と、ニコニコと笑う。なんだ、この眩しさは。やっぱり上流階級ともなれば、こうも神々しいのか。ごめんなさい、感極まってしまって、はしたないですわね。私は、ただ清美と申します。こんな片隅にいらっしゃるものですから、すぐにあなたを見つけることができませんでしたのよ。おほほほほと笑う清美さん。なぜ清美さんは私を探していたのだろうか。まさか純平が何か粗末でもしたのか。と思い聞こうとすると。姉ちゃん、なんでこんなところにいるんだよ。来賓席を回っていた弟が私の言葉を遮った。その傍らにはミユさんもいる。お姉さんに頼まれたの。恥ずかしいから一人席にしてくれって。ニヤニヤと笑いながら上目遣いで純平に話しかけるミユさん。純平はすぐに彼女の嘘に気がついたようで、ミユさんに何かを言おうとしたが、私がそれを制止した。会長さんの前だよ、純平。私の言葉に、二人は、はっとした様子で清美さんに向き直る。まあ、ここまで近くで見ますと、やはり、午前上等な見栄えですね、純平くん。清美さんは、純平の姿を、難しい言葉で褒めた。午前上等なんて、実際に聞いたのは初めてだ。二人とも、頭にハテナが浮かんでいる。気にせず清美さんは話を続ける。これもすべてこのお姉様あっての今の姿でしょ。お姉様を大事にするのが寛容ですよ。弟は私が褒められたことに嬉しかったようで満面の笑みで、はいと大きな返事をした。私もお姉様のように逸材であればどれほど良かったことか。なぜか清美さんは私を持ち上げてくれる。清美さんの言動に疑問を抱いていたのは私だけではなかった。逸材？会長、何を言っているんですか？この人は確かに純平さんのお姉さんですが、中卒の無能ですよ。職にもついていない人を褒めても何も出ませんよ。と言った。彼女の神経の図太さには感心する。気に食わない私が褒められたからと言って、ここまで言うのか。あらあら、ご自分の無知を、あまりひけらかすものではありませんよ、ミユさん。清美さんは、ミユさんに視線を向けることなく言い返す。私は、あなたにずっとお会いしたかったんですの。あのような心揺さぶる文章を書く人は、どんな方なのか。あのような表現を、いかにして体現することができるのか、ぜひお話を拝聴したく思いました。清美さんの言葉に意味がわからないといった顔のミユさん。だから会長、この人にはそんな才能は微塵も。ミユさんの言葉を遮ったのは純平だった。もしかして会長は姉の作品をご覧になっていたのですか？その言葉に清美さんは静かにうなずいた。あなたの作品に力を頂戴しました。逆境でも強く生きる主人公の姿に勇気をもらったのです。あなたの書いた作品はすべて拝見しております。私にとってバイブルとも言えるものです。会長は私の小説のファンだったのだ。しかも熱烈なファンだ。私が自分の境遇をモデルにした作品を出版したのは、もう10年も前のことだ。両親を一気に亡くした主人公が、弟と共にたくましく生きていく物語。周囲の登場人物に助けられながら、
辛い境遇でも笑って生きていく二人の姿は感動を呼んでドラマ化や映画化もしたほどだった。その後も私は様々な作品を執筆し世に送り出してきた。自分で言うのも恥ずかしいが、軽快な語り口でシリアスな場面でもユーモアを忘れない作風は若い人を中心に爆発的な人気が出た。と編集者の方が言っていた。私が自画自賛したのではない。ただ私は過去が過去なだけに、見バレして大々的に取り上げられるのはごめんだった。著者金英も最近ではイラストや家で育てている植物の写真などでごまかしており、表彰式にも出ないため、小説家である私の姿はあまり知られていなかった。私の作品は若い人しか読まないものだと思っていました。私の言葉に清美さんは頬を膨らませ、あら、私も若い人の部類だと思っておりました、と言った。正直に申しますと、お恥ずかしながら自ら手に取った作品ではございませんでした。あなたの作品を知ったのは息子からの紹介だったのです。清美さんは申し訳なさそうに頭を下げる。少し身の上話をいたします、と清美さんは自身の家庭内事情を話してくれた。当時清美さんは自分の息子とは関係が良好ではなかったという。反抗期に入った息子と言い争いをする日々に清美さんは憔悴しきっていた。そんな中でたまたま息子が小説を読んでいる姿を目撃して、どんな作品なのかを聞いた。読んでみれば面白いよ、と一言だけしか返事をしてくれなかったが、息子からのトゲのない言葉を久々に聞いた清美さんは、勧められるがままに私の小説を手に取った。そこからは共通の話題ができ、家庭内でも自然と会話が増えていった。今では新作が出ると競うように二人で読んでいるというのだ。私は清美さんの話を聞いて驚いた。特にデビュー作は10年も昔だし、モデルは私自身だ。弟を育てるためとはいえ、辛い思いや経験もそれなりにしてきた。そんな思いを消化するために書いた側面もある。そんな作品を愛してもらえたことで、当時の自分も救われたような気がした。ましてや、今日は弟の結婚式だ。子育ての集大成ともいえる結婚式で、こういう言葉をもらえたのは大きな意味があると私は思った。清美さんの話を聞いて、一番驚いたのは私ではなく美優さんだった。私が人気のある小説家であることを知らなかったからだ。どうしてお姉さんのことを教えてくれなかったの？と純平に詰め寄る。怒りで顔が真っ赤になっていた。姉さんがどんな職業かなんて別にどうでもいいじゃないか。どうでもよくないわよ、と怒鳴るみゆさん。お姉さんが私の悪口を発表したら困るじゃない。世間に向けて声を上げられる人なんだから。エッセイなんかで私がしたことをばらされたらどうすんのよ、とわめき散らす。姉さんはそんなことしないよ。純平が私をかばって反論してくれるが、みゆさんはさらに逆上する。また姉さん姉さんってお姉さんばっかりかばって、このシスコン。会場に響き渡る彼女の声、さすがに周囲もこの騒ぎに反応し始めた。みゆさんは周囲の反応にも目もくれず、まくし立てた。なんでお姉さんばかりかばうのよ。あなたは私の夫になったんだから、すべてにおいて私を優先するべきでしょ。他人なんてどうでもいいじゃない。純平は呆れた様子で彼女を諭すように、それでも優しい口調で話した。妻が間違ったことをしていたら、それを注意するのも夫の役目だろう。君の姉に対する態度は明らかにおかしい。結婚式の席次を変えるのなんて
もってのほかだ。どうしてそんなに目の敵にするのか、俺にはわからないよ。悲しそうな顔で純平は、みゆさんに問いただす。あんたがいつも姉さんに恩返ししなきゃって言うからじゃない。育ててもらった恩とか言うけどね。そんな過去のことをいつまでも引きずってるなんておかしいわ。さすがにまずいと思い、私は二人の間に割って入ろうとしたが、無駄だった。みゆさんは完全に我を失っている。血走った目で悪態をつきまくっている。自分が姉に恩を感じているのは当たり前じゃないか。姉さんは自分の青春を投げ打ってまで、俺を大学まで行かせてくれた。今こうやって経営者として働けているのも姉さんのおかげだと思ってるよ。それのどこが悪いんだよ。君だって両親には感謝してるんだろ。同じじゃないか。純平も苛立ちが頂点に立ち、怒鳴る。同じじゃないわよ。義両親がいないからラッキーだと思ったら、こんな小獣人がいるなんて。小獣人？それは私のことだろうか。この女にここまで言われる筋合いはあるのだろうか。あんたと結婚したら社長夫人として悠々と暮らせると思ってたのに、こんな小獣人に恩返しとか言い始めて、私の取り分が減っちゃうじゃない。みゆさんの叫びとも言えるほどの大きな声は会場に響き渡るには十分すぎた。私たちの周囲にいなかった人たちまで、みゆさんの財産目当ての結婚とも受け取れる発言は聞こえていたようだった。周りの人々は、今の聞いた？とか、私は前からうすうす感づいてたのよ、という言葉が行き交った。みゆさんはすぐに我に帰ったが、もう遅い。顔を青ざめさせながら、私に向かって口を開いた。あんたのせいよ。はい？聞き間違いだろうか。今、私は責められたのか。あんたがいるからこんなことになったのよ。先ほどよりは小さな声だが、怒気をはらんだ攻撃的な言葉だった。この後に及んでまだ責任転嫁ができるとは逆に感心してしまう。とりあえず落ち着かせなくてはと思い、みゆさん、落ち着いて、と肩に手をかけようとした。触らないで！と言い、私の手を払いのけた。手を思い切り払われたことで、私は体勢を崩してしまった。手に持っていたお酒がみゆさんの服にかかった。その瞬間、みゆさんはまた先ほどの勢いを取り戻した。ちょっと、何してくれるのよ！高い服に酒なんかかけないでよ！どうしてくれるの？弁償よ！とばめき散らした。私はどうしたものかと考えていたら、先ほどまでにこやかに微笑んでいた清美さんが無表情で言い放った。そんな安い服に少々飲み物がかかっただけで、そんなわめきます？お里が知れますわよ。清美さんの非常に冷たい言葉は、みゆさんを黙らせるには十分すぎた。会長にここまで言わせたみゆさんは、さすがに黙ってしまった。騒ぎを聞きつけたみゆさんの両親がすぐに飛んできて、純平に頭を下げた。しかし、純平は何も言わず、ただ下を向いたままだった。一度、話し合いが必要かもしれませんね。清美さんが少し悲しそうな顔つきで、純平の肩にそっと手を置いた。純平は小声で、はい、と言うと、その足で司会の元まで歩いてマイクを借りた。今日の結婚式は中止にさせていただきます。その後も淡々と来賓たちへ帰宅を促すアナウンスをしていた。傍らでみゆさんは抗議をしていたが、純平は彼女を無視して来賓の相手をしていた。その後、純平と私、みゆさんとご両親、そして先ほどの騒動で不幸にも同じ場にいた清美さんの計6人で話し合いをした。話し合いでは、みゆさんは一応反省を見せたものの、本来の性根の悪さが露呈して、純平は
破談を申し出た。彼女の両親は最初はそこをなんとかと言っていたが、清美さんが差し出がましいことを申し上げますが、ここは純平くんの気持ちを考えませんか。彼は宣告、愛する人を失ったのですから、と言った。その言葉に、美優さんの両親は破談を了解した。最後まで納得のいかない様子の美優さんを、両親が頭を下げながら引きずっていったのが印象的だった。美優さんは純平の秘書をやっていたため、これもクビになった。会社に居づらくなった彼女は、そのまま自主退職をした。その後の彼女の消息は誰もわからなかった。あの騒動から数日たったある日、清美さんから私に連絡が届いた。もしよろしければ私の誕生日パーティーにいらっしゃっていただけませんか？今年で75になる老いぼれの願いでございます。そこまで言われては行かないという選択肢はなかった。清美さんは交渉が上手だ。そもそも年配の方にここまで丁寧にお願いをされて断れる人などいるのだろうか。まあ、美優さんなら行けそうだ。パーティー会場で清美さんは私にある男性を紹介してくれた。私の愚足でございます。あの、例の。ああ、私の小説に惚れ込んでいるという息子さんか。はじめまして。私、ただ、マサルと申します。礼儀正しく挨拶をする息子さん。あの母あって、この息子だ。清潔感もあって、とても好印象だった。さらに、式中も、私のことを随分と気遣ってくれて、お飲み物は大丈夫ですか？とか、これは絶品なんですよ。とか、いろいろと声をかけてくれたのだ。しかも、好印象だったのは、仕事の話を一切してこなかったことだ。私はあまりプライベートで仕事の話を持ち出されるのは好きではなかった。オンとオフをしっかり区切りたいタイプなのだ。それを知ってか知らずか、彼はうまい具合に仕事の話をせずに私のことを聞いてくる。次第に私は彼といる空間が居心地の良い場所へと変わっていっていた。後日聞いた話では、私とマサルさんが楽しい時間を過ごしている間、清美さんは純平と遠くで物陰に隠れて私たちの様子を見ていたそうだ。そして純平に、うまくいけば、私は超絶素晴らしい小説を、いつでも出来たてを見ることが、できるんだわ。ニヤニヤしていたそうだ。ここでも計算高い清美さんがいたのだ。トントン拍子に私とマサルさんとの結婚が決まった。お互いそれなりの年になっているので、結婚式は大々的には行わず、親しい人だけを集めて立食パーティーを行った。まさか自分がこの年で結婚するとは思っていなかった。式中、純平は今まで苦労した姉だから幸せになってほしいと涙ながらに語っていた。そんな弟の姿に私のみならず清美さんたちもつられて涙を流した。私は今を生きる弟に感謝をしつつも空を見上げきっと私たちを見ている両親を思った。二人がいなくなって本当に大変だったんだからね。でも、二人がいてくれたから、今の私たちがあるんだね。本当にありがとう。と、心でお礼を言った。両親が亡くなって、私がお金を稼いで、純平が社長になった。弟の結婚式は残念な結果になったけど、そこで清美さんに会ったことで、マサルさんに会うことができた。人のためにしたことはいつか自分に返ってくる。よくある言葉だが、
本当にその通りになった。奇妙な縁もつながるものだと実感した。空の上にいるであろう両親や祖父母に今は幸せだと伝えたい。そのことを弟に言うと、俺も同じだよと昔と同じ笑顔で笑うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。